青山信子は東京都町田市出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーでシングルスの優勝はないが、ダブルスで15勝を挙げている。右利き、フォアハンドバックハンドストロークともに両手打ち。自己最高ランキングはシングルス182位、ダブルス14位、近藤乳業所属。2021年マイアミオープン女子ダブルス優勝。 9歳からテニスを始める。町田私立南第4小学校、日本大学第3中学校、高等学校を経て、バセ田大学卒業。卒業後に、プロに転校した。2010年9月の HPO オープンでは、藤原理科と組んだダブルスで準優勝。2013年ウィンブルドン選手権にて2011年ウィンブルドン選手権のダブルスでも、 藤原理科と組予選から勝ち上がって4大大会初出場を果たし、1回戦でイタリアのサライラニアンドロベルタ・ヴィンチ組に63、26、46で敗れた。新鮮ユニバーシアードでは高畑和也と組んだダブルスで金メダルを獲得し、全日本テニス選手権でも高畑とのペアで優勝した。2012年8月のシティオープンでは、長外定と、 組二度目のツアー決勝に進出。決勝で、イリーナ・ファルコニーシャネル・シェパーズ組を7号、62で破り WTA 初優勝を果たした。2013年2月の BMW、マレーシアオープンで2勝目を挙げている。4月のスペインとのフェドカップに初めて、日本代表として出場した。日本が3連敗して決着がついた後のダブルスに、ドイ・ミサキと組んで出場し、 ルルド・ドミンゲス・リノアナベル・メディ・ナガリゲス組に4、6、5、7で敗れた。ウィンブルドンでは、シャネル・シェパーズと、組1回戦で、第9シードのアナスタシア・パブリュチェンコ&、ルーシー・サファロバ、3回戦で6シードのリーゼル・フーバーサニア・ミルザ組、準々決勝で、第16シードのユリア・ゲルゲス&、バルボラ・ザフラ・ボバストリコバ組を破り、ベスト4に進出した。 準決勝で優勝した、シャッシュクゼンマイ高卒組に46、36で敗れた。また、シティオープンでは校長のウージニー・ブシャール擁するペアに勝利して大会2連覇。翌年は、桑田子・タ・ヒロコナラ・クルミとの日本人対決に勝利して3連覇を果たした。2017年には、この年全米オープンを制したスローン・スティーブンスとブシャールのペアを下して優勝している。 2014年のジャパン女子オープンテニスダブルスで優勝。東京移転後の2016年と2017年には連覇を達成した。2019年7月より柴原英奈とペアを組み、7月のシリコンバレー、クラシックで準優勝、10月の天津オープンの決勝で日々のナオ加藤右組を63、75で破り優勝をした。翌週のクレムリンカップでも勝ち。 二週連続優勝を果たした。2020年のサンクトペテルブルクレディストロフィーで優勝。9月の b n l イタリア国際とストラスブール国際で共にベスト4入りすると続く全仏オープンではベスト8入りした。2021年は年始のアブダビ女子オープンで全豪覇者ソフィア・ケニンのペアを下すなどしていきなり優勝。続く やらばれクラシックでも、準決勝で、相手の4本連続のマッチポイントを跳ね抜けて、逆転勝ちするように、強さを見せ、2大会連続優勝を成し遂げた。全豪オープンはベスト8。その後は3連敗を喫した。しかし、マイアミオープンで、決勝進出すると、決勝で、ルイーザ・ステファーニー、ヘイリー・カーター組を6からに、7から5で破り、WTA 戦初優勝を果たした。 ありがとうございます。